今日は靴のデザインが悪くて、起こってしまう脊柱管狭窄症について、話したいと思います。脊柱管狭窄症っていうのは、まあ、あの脊柱管がこう狭くなったっていうわけです。でその原因はほとんど靴のデザインの悪さが起こします。人の足っていうのはかかとをついて小指側をついてこの土踏まずがまったりになって その反動を使って実はこう出てくる。ところが今の靴っていうのは土踏まずのところにクッションがついている。かかとをついて小指側をついてこの土踏まずが平らになろうとするときに土踏まずのクッションがついているのでまた外に見えちゃう。それによってこの第5子、第4子、特に第4子なんですけど、この第4子が潰されて、当たって潰されてこう起きてしまうのが原因なんです。治す方法は非常に簡単で、まずは足の指、この第4子を引っ張る。こんなふうに引っ張る。で、そこから通じているこの腱があるわけなんですけど、腱の部分を柔らかくして、さらにこの、膝から下のこの前の骨、骨の脇に腱が抜けてくるんで、これをこう引き離します。ね、で、ここからまたさらに外側を通って腱が出てくるんです。この腱が硬くなって、この延長線上のお尻が締める。で、ここの外側の腱も、この大腿骨から引き離すようにほぐして、ちょうど膝から股関節の間の3分の2ぐらいほぐせばかなり効果が出ると思います。で、万が一ここの外側の腱が硬い場合はこの親指の第一指の第二関節の間を爪の先で4等分ぐらいに切っていきます。1、2、3、4、1、2、3、4で、こう切ることによってこの外側の腱はさらに柔らかくなっていくのでほぐしてもらいたいと思います。まあ、これが脊柱管狭窄症の治し方です。やってみてください。必ず効果が出ます。